シモン・ボリバルはアメリカ海軍の原子力潜水艦、ベンジャミン・フランクリン級原子力潜水艦の2番艦。艦名はシモン・ボリバルにちなむ。シモン・ボリバルの建造は1962年11月1日にバージニア州ニューポートニューズのニューポートニューズ造船所に発注され、1963年4月17日に寄港した。 1964年8月22日にトーマス・シーマン夫人によって浸水し、1965年10月29日にブルーハン庁長チャールズ・エイチ・グリフィス中佐及びゴールドハン庁長チャールズ・エイ・ウォレム中佐の指揮下、収益した。1965年12月後半から1966年に1月にかけてシモン・ボリバルは G 成長活動を行う。 ゴールドハンは1月17日にケープカナベラル沖で A-3 ポラリスミサイルの発射に成功し、その2週間後にブルーハンも発射に成功した。2月にゴールドハンはカリブ海で成長活動を続け、翌月に母校がサウスカロライナ州チャールストンに変更された。信頼性試験機関に召集制が行われ、4月にブルーハン乗組員は、 1> 第1回と第3回の戦略抑止紹介準備を行い、その間にゴールドハンノリ組員は訓練を呼び、第2回の戦略抑止紹介準備に入る。シモン・ボリバルは1967年1月に第18潜水戦隊の一部として第3回の紹介を完了した。定期的な紹介活動は1971年2月7日まで継続し、その後バージニア州。 ニューポートニューズでオーバーホールが行われる。この間に、艦はポセイドンミサイルが運用できるよう回収された。シモン・ボリバルは1972年5月12日にニューポートニューズを出港し、オーバーホール後の成長を及びブルー、ゴールドヤンバンの回復訓練を9月16日まで行った。1972年の後半は定期紹介任務に戻る。 1974年10月にシモンボリバルはチャールストンの第18潜水戦隊に復帰する。艦は1974年のバトル E を受賞した。また、大西洋艦隊において最も傑出した弾道ミサイル潜水艦としてプロビデンスプランテーションアワードも受賞した。続く1975年及び1976年もバトル E を受賞する。 1979年2月40回目の紹介後にシモンボリバルはメイン州キタリーのポーツマス海軍造船所に入りオーバーホール及び C-4 トライデントミサイル運用のための改修が行われた作業が完了すると1981年1月に母校のチャールストンに帰還するその後ジョージア州キングスベイで修理を行った後紹介を続け 1982年には、再びバトル E を受賞した。1983年の夏には、トライデントミサイルの発射試験に成功した。シモン・ボリバルは1994年9月に、不活性化が行われ、1995年2月8日に、退役、同日除籍された。1994年10月1日に、ワシントン州ブレマートンで、 原子力関西利用プログラムに従って解体が始まり、1995年12月1日に作業は完了した。ありがとうございます。